ドイツ海軍の巡洋艦。ピラウ級小型巡洋艦の一隻。ピラウと同系艦のエルビンクは、元はロシア帝国がシベリア小艦隊の防護巡洋艦を更新するために、ドイツ帝国の造船所に発注した小型巡洋艦で、あったが第一次世界大戦勃発によりドイツに接収された。1912年に村ビオフアムール博として寄港。艦名は、 東シベリアの総督として満州の獲得に貢献したニコライムラビオフアムール伯爵にちなんだ。1914年4月11日浸水。1914年12月14日収益。官名は東プロイセンの都市ピラウにちなむ。ピラウは1915年に第二偵察軍に配属された。ピラウはバルト海や北海で活動し、 1915年8月には、リガワンの戦いに参加した。また、1916年5月31日、6月1日の、ユトランド沖海戦にも参加し、海戦後には大破した、巡洋戦艦ザイドリッツを護衛した。第1次世界大戦中に、ピラウが参加した最後の戦闘は、第2次ヘルゴラント・バイト海戦であった。戦後、ピラウは、イタリアに引き渡され、 バーリと解明された。ありがとうございます。